工具屋てっちゃんの工具ってどれがいいんすか？こんにちは、工具屋てっちゃんことファクトリーギアの澤山です。スナップオンとネプロス、どっちがいいんすかね。これ初めてスナップオンやネプロスを買おうかなっていう方からですね、よく受ける質問なんです。でも正直ね、どちらもいい商品です。それぞれの機能を紹介していると10分の動画になってしまうので、ちょっと簡単に紹介します。スナップオンのギアの枚数は80枚、ネプロスのギアの枚数は90枚で、どちらもね、ほとんど変わりません。ただちょっとね、ネプロスの方がスナップオンに比べてヘッドが小顔になっています。それともう一つ、プッシュリリース、これですね、ボタンを押してソケットを簡単に付け替えれるという点なんですね。このプッシュリリースに関しては、一概にこれがいいとは言えませんけども、とっても便利な機能です。スナップオンはにもプッシュリリースがありますけども、多くはプッシュリリースなしです。これね、結構ね、硬いんです。で、つけるのも硬ければ取るのも硬いんで、初めて使う方はちょっとね、戸惑うかもしれません。でもスナップオンを買われる方はこのブランドスナップオンが大好きなんで、こういうこともね、許せちゃうんですね。ですからスナップオンを買われる方はほとんど迷わずスナップオンを買われます。でもネプロス買う方はこのブランドもちょっと気になるんで迷うんですね。でもやっぱりプッシュリリースですとかギアの細かさ、そういうフィーリングでネプロスを選ばれる方が多いです。スナップオンは確かにいいです。種類もたくさんあります。ですからこれからラチェットを、何本も揃えたいなって思う方はスナップオンで揃えるといいかもしれませんね。逆にラチェット何本もいらないよっていう方はネプロス、こちらの、使いやすさですとかフィーリングを重視してネプロスを選ばれるといいかもしれませんね。その辺をですね、踏まえまして、あとは店頭でぜひ実際に手で触ってみて選ばれるといいと思います。動画ではなかなか質感やバランスまでは伝えられませんからね。